前回までの逃げるけど伝説の雷騎士たち、新たな雷騎を開けるさあ始めましょう。歩きにくい道だな。遊びの村へ行く道も相当だったけど、それ以上かも。まあ、別に行くまでがあるわけじゃないし、疲れたら野宿するだけさ。野宿だなんて貧乏くさいわね。わあ、パメラ、なんでこんなとこに。それはこっちのセリフよ、ソルト。その名前呼ぶんじゃない。説明しよう。ゲームタイトル50音縛りとは、プレステ4、プレステ3、スイッチのゲームの最初の文字を50音にやっていき、合計44本のゲームをやっていこうという壮大な縛り内容である。タイトルの最初のカッコの中の50音が現在やっているゲームタイトルである。真相が謎すぎるけん。マジ謎すぎやろ。何もないからこれも見ていくか。全部ね、ここも行こうか。ロジーか。ちょっと待って、ロジーを6にしてもいけそうな気するから。これね、失礼します。まずは出てきたら嬉しい。あ、ゆるきさん、ちょっといいですか。おや、ロジーさん、なんでしょう。最近ベストバルトが発展した影響で物資を運んだりする手ももう増えてきましたよね。はい、取引量が増えましたし、遠方とのやり取りも多くなっています。それで考えたんですけど、物資の運搬に空路を使ったら効率が上がりませんか。空路ですか。もしかしてアウスビル村の時のように気球を。ええ、そうです。気球に荷物をくくりつけて飛ばすんです。なるほど。ただそれであまり大きな荷物を飛ばせないのでは。いえ、しっかりした構造にしても問題ありません。実際俺はエスカがいた町では気球を使ってたくさんの物資を運んでたんです。そうなんですか。それじゃあやってみる価値はあるかもしれませんね。持ち帰って検討しています。マジーさん、また詳しいお話を聞かせてください。わかりました。ラウンドマーク、気球発着場が立てられるようになりました。ありがとうございます。レイとアイシャも行こうか。なるほど。差し迫った危険はないにせよ、備えをしておく必要はあるかと。そうね、眠り対策を考えておきましょうか。二人ともどうしたんですか。深刻そうな雰囲気ですけど。こんにちは。あ、ベイさん、実は最近この近くで魔物の目撃情報が増えていまして。え、そうなんですか。はい、エストバルトの発展に伴い新たな土地を開拓したり人の行き来が増えたりといったことが原因と思われます。それでこれ以上魔物たちが近づいてきたとき、リスじゃない、早めに対策をしておきたいと考えていまして。そうだったんですね。でもどんなことをするんです。外壁を作ったりとか。それではかえって住民の不安を煽ってしまうのよ。ごめんなさい。あ、そうですよね、すみません。レイン、どんまい。できれば今ある施設を拡張する方向にしたいんですよ。例えば武器を効率よく作れるようにするとか。そうだ、武器を効率よくですか。あっ、何かこの辺りが。うちの学園に錬金術で武器を作るためのアタノールっていう施設があったと思いまして。なるほど、武器を作るに特化した施設ですか。そのお話詳しく聞かせていただいても。はい、わかりました。ラウンドマーク、アタノールが立てられるようになりました。で、調査の方どうやろ。あー、何？ライデンドラグーン。あんまり見覚えのないものが取れるね。ってことは分かった。でもこれするとね、必ずと言っていいほどね、赤字になるんですよね。赤字になるんですよね。どうすっかな。はい、やった方がいいんやけど、ラストまでやっていきたいね。やっておこう、しょうがない。うん、で、お、達成する期限切れ。ああ、来
ってるパイの販売どんまい。どんまいって俺やねん。俺やねんけど、うん、ハルモニウムね。相当数販売すべし。プニモドキ。え、ちょっと待って。カリオフランカンネ、何それ。キリュウか。俺の同胞おるやんけ。で、ちょっと街の声で、フラワーパラソルだけ見たいだけ。ならこれ行こうか。もうね。うん。行こう。レッツゴー。素晴らしい水質です。これなら美味しい料理が作れます。そうか、作れますか。今まで気にもしていませんでしたが、こんなものにも活用方法があったとは。よし。2回取ったね。あとは走っていこう。あ、来た来た来た。クリティカルやめないか。ちょっとびっくりしたわ、ほんま。いきなり攻撃されクリティカル出るのやめてほしい。耐えられるかしら。耐えてほしくないです。耐えてほしくないです。ゲームおろし。あー、ミスティニック。もうちょっ、やめたまえよ。やめたまえよ、まあ、狩りの時間です。狩りの時間。怖い。目が座っているのが怖い。そういうことじゃねえわ。あっちね。頼む。行くなよ。よーし、ナイス。よし、終わった。ナイス。うん。よし、助かるぜ。お、珍しい虫。いらんな。よかったよかった。それでよかった。あんまり戦いたくなかった。ワーリン！ワーリン！主流が出てきたかな。うなにこいつ、サンジさん、うー引いてー、やめたまえ。お手伝いしましょう。はぁ、出前3200か。マジか。3300。強い強い強い、明らかに強いです。怖い怖い怖い。何をする、おーい。うん、アイテム使っていっとこう。よし。怖すぎな。だからの、なんで？それいらんから。回復してくれ、頼むから。なに？ういてぇ！びっくりした。
レヘルンゼロジャイ、おい当たらない。そういうのいらねえって、全部にブワーチだ。はぁ、あ、任せてください。同じ説は踏みません。これ切りつけるしかねえわ。これでどう？大いなる力を。ここ怖っ。あー死ぬ、これでどう？任せてください。片付けねえです。もうええってきつい。あー lose besides fail、 まさかの fail、我が同胞強すぎ。ライデンドラグンね。黄色と黒のまだら模様のトンボと、他のトンボと比べてかなり大きいが、温厚な性格をしており、人懐っこいため、クリアラスと簡単に止まる。ただし、虫が苦手な人に使ってくるので、要注意。何その人懐っこさ。大丈夫ですか、ネルケ様。まだ戦闘で受けた痛みが残っているようですが。強すぎボス、強すぎ、もう少し休んでからでないと作業をするのは無理そうね。ごめんネルケ。それがよろしいかと。無理をするのは禁物ですから。そういうミスティはどうなん。そうね、それは戦闘でも同じよね。次回からはもっと余裕を持って進めるようにしましょう。余裕を持って言われた。いや、私も注意いたします。戦闘中、調査メンバー全員が戦闘不能になってしまうと、その場で調査失敗となり休日が終了してしまいます。さらにその調査中に格闘していたその一部を失ってしまいます。大塚面から逃げるを選んだ場合も調査は終了しますが、採用は全て持ち帰れるため、危ない時には逃げるのも手です。 OK、 分かった、そうします。もう普通の服飾店赤、うん、オッケー。もうマジかよ、きついわ。どちらになさいますか。こちらの様子はいかがでしょうか。うん、ハルモニウム、ゴールドアイゼン、ゴールドアイゼンはいけたね。まあどっちみちいるんやけど、いろいろ調合をお願いできますか。直感はしとくか。これはお、達成済み、ありがとうございます。街の声振りもどき、全自動キノコ鍋の販売。ああ、わかった。いける。これはできるね。生きてるパイを作らないとダメ。なので、あと植物油の生産ね。これもやっていこう。ロクシス。144。ウルリカのこれはいけたね。次のターンでこれは終わる。調合の依頼でございます。考え直しましょう。わかりました。何か買えますか。これをお願いします。こちらの依頼をお願いします。シンクの石はまあ今はいいや。わかります。考え直しましょう。これをお願いします。あ、まだ何か作れるな。じゃあ魔法の石材増やしとくか。これお願いします。あ、ちょっと待って、いびつなやつの方がさっきいびつの石材ちょっと足らんから、これちょっと増やします。いくつにいたします。こちらを依頼いたします。こちらの依頼をお願いします。うん、いらっしゃいませ。考え直しましょう。
で、研磨剤になっていると。調合の依頼でございます。サイコロあったっけ。いけたよな。どう変更します。もともと在庫12個あって、あれやから研磨剤もいいか。考え直しましょう。山下のサイコロもいらんかった。依頼する道具でございます。じゃあちょっと違うものでも作りますかね。いくつ必要ですか。それじゃあ6個作り、魔法の石材ね、いびつの石材、いびつな石材がいっぱいいるんで、それを入れつつ、調合機材ね、磨いた、とりあえずはドナーストーン、いくつ必要ですか。こちらを依頼いたします。これ使っとこう。使っとこう。何を作りましょうか。そして液化検索もいくつ必要ですか。作っとこう。それじゃあこれを作る依頼する道具でございます。こちらの依頼をお願いします。オッケーオッケー。今日はどんな依頼でしょうか。ゴルトアイゼンもねいるからね。考え直しましょう。もうちょっといらんかな。今何個ある。49個。100個くらいになったら一旦止めるか。考え直しましょう。で、ゴールドアイゼンは7個持ってて、これはこれでいっか。で、もう調合の依頼です。最高。バトルメイル今何個ある。32個。いらっしゃいませ。ならもうコストやめ。すみません、こちら、こちら間違えた。うん、バトルメールちょっと増やして、調合考え直しましょう。わかりました。依頼する道具でございます。そしてバトルメールから派生するねやつを作っておこうかな。と思う。うん、うん、ドラグンメール。靴頼む。こちらを依頼いたし、再考いたしましょう。こちらの作業バトルメールはもういいや。ドラゴンメール。こちらを依頼いたします。こちらの依頼をお願いします。いらっしゃいませ。84やから。いくつ頼もうかしら。ティンバーどうやろ。お水このままにしとこう。何気にいっぱいいるからね。この通りにお願いいたします。え？これがいっぱい欲しい。この炎が。ナイス。天地のやつね、いっぱい欲しいんで。でもこれね、10個使って。もうあと6個で、これで5個で11個ということはや、調合の依頼でございます。再考いたしましょう。うん、
必要図なくなる可能性ある。いや、あるある。なんとかある。うん。なんとかあるわ。で、生きてるパイ作らないとダメなんだね。ありましたね。施設の状態は？行けるところはあるか。じゃあ一緒のこと作るか。そうしよう。体の様子はいかがでしょうか。うん。商品の設定、あ、これいっぱい、うわ、めっちゃあるやんか。単価高っ。どちらの商品にいたしましょう。布のスカートでいいか。うん。よし、じゃあ栽培で高い悪魔さんは何を栽培しようかしら。少ななってるやつはこれのみいいか。どれを栽培いたしますか。オッケー。どれを栽培いたしますか。新鮮な肉ではなく丈夫な骨もなら、こっちで変えよう。はい、で、発見は大丈夫かな。うん。こんにちは。ロジーさん、ノルンちゃん、こんなところで何をしていたんですか。あ、ネルケ様、風で飛んじゃったノルンの帽子をロジーが取ってくれたのにゃ。木に引っかかって全然手が届かなかったから本当に助かったのにゃ。あら、そうだったんですか。よかったですね、ノルンちゃん。